1> 第1次ケベック会談に出席中のマッケンジー・キング、フランクリン・ルーズベルト及びウィンストン・チャーチル。ケベック会談は、第2次世界大戦中の1943年8月17日から8月24日に、イギリス及びアメリカ合衆国によって、イギリス自治領カナダで開かれた秘密軍事会合である。会談のコードネームは、クアドラント。 1944年の会談との関係で、第一回ケベック会談とも呼ぶ。1943年7月、ハスキー作戦によりシチリア島の戦いが、連合軍の勝利に終わり、イタリアのベニート・ムッソリーニが失脚するなど、第二次世界大戦の戦局は大きく変化した。これらの情勢の変化を踏まえ、ルーズベルトとチャーチルは、5月の 第3回ワシントン会談に続き、再度の英米首脳会談を行う必要があると一致した。そこで、ルーズベルトの提案により、ケベックを開催場所として会談が行われることになった。開催場所は、イギリス自治領だった、カナダのケベックシティのシタデルとシャトーフロンテナック。主な出席者は、 イギリス首相のウィンストン・チャーチルと、アメリカ合衆国大統領のフランクリン・ルーズベルトで、カナダ首相のウィリアム・ライアン・ガ・マッケンジー・キングも、関わったが正式な参加国ではなかった。チャーチル一行200人と護衛兵は、客船、クイーン・メリーでハリファックスへと向かった。公開中、フランスへの反抗作戦やビルマ戦線について、イギリス側の案の検討が行われた。 シタデルに集まったマッケンジー・キング、ルーズベルト、チャーチルとカナダ総督のアレクサンダー・ケンブリッジ。秘密議事録によれば出席した連合国の首脳によりフランスへの反抗計画、オーバーロード作戦の実施が合意された。そしてドイツ本土への爆撃の強化やフランス上陸に備えたアメリカ軍のイギリス本土進出の継続が約束された。 チャーチルが強い関心を寄せる地中海戦線についてもイタリアの数軸国からの脱落とイタリア本土及びコルシカ島攻略を狙った戦力の集中を図るものと決めたバルカン半島に対する作戦はゲリラへの援助にとどめることになった会談では特に極東の戦略問題が討議されアメリカからは日本に対して海洋軍事力による粉砕と 日本近海の制圧とともにビルマを通って中国の日本軍に攻撃力を向けその上で中国の空軍基地から日本本土に対する集中的連続的空襲が不可欠であるとしたイギリスからは太平洋正面からフィリピンへついで日本本土を包囲的に作戦を進める戦略を主張した結局決定には至らなかったが 中国との陸路の連絡をつけ、かつ空路を改善し確保する目的をもって、その攻撃作戦に努力を傾注すべきことが決定され、ドイツ崩壊後12ヶ月以内に日本を敗北させるように立案することとされた。そのために日本の国力を消耗させ、交通線を遮断し、 本土攻撃のための前進拠点を確保するためのより活発な作戦行動を展開する方針が決定されている。中国への延焼ルートについては陸路の連絡回復と反復越えによる空輸強化に努めることが決定された。この会談では B-29 の使用が戦略の一つとして取り上げられ、アメリカからはセッティング3計画が提案された。 内容は中国を基地とする B-29 の28機ずつの10編隊から、はじめドイツ降伏から12ヶ月以内に日本を屈服させることを目標にしていた。この会談での戦略に関する合意はソビエト連邦と蒋介石率いる中国にも連絡された。その他の議題として激化したイギリス移民統治療パレスチナでの 繁栄運動をなだめるため、共同声明も公表された。ケベック会談では、ドイツのポーランドにおける残虐行為にも言及されている。核兵器の開発についても、参加国の協力体制強化が話し合われた。チャーチルとルーズベルトは、核兵器技術共有に関しての合意書である、ケベック協定にも、密かに署名していた。ありがとうございます。